吉野さん、作家の古谷さんって知ってますかねああの、のそれってあなたの感想ですよねというふうに言われてやり込められたあの古谷さんです顔つき悪いんで私嫌いなんですよでもこの度古谷さんの演説を聞いたらねあ結構いい人だなと思ってもう急に好きになりましたね、まあ、好きって言っても追っかけするほどではないんですけどもとりあえず嫌いな感情はほとんど消えましたあなんか結構次の話も聞いていいかもみたいな感じですよね まあその古谷さんって令和親戚の代表選挙にあの立候補したらしいんですよ。<laughs> まあ、惜しくも落選をされたんですけどもあの、私のね、人に対する感情が変わるいいきっかけになったかなと思います。今回何が言いたいかっていうと、人は気持ちが変わるってことなんですよ。ですんで、視聴者さんの気持ちを動かして、 買買わない人ををうににささせる、脳まあそれがビジネスのテクニックなんじゃないかなと思いますし買った結果絶対に責任を取って幸せにできるぞと目標達成できるぞと思えばそのぐらいのテクニックはロうすると思うんですよ。まあ、ですんでね売って逃げる詐欺師とかじゃなくって本当に視聴者さんに幸せになってほしいなという思いから無理やりね売るわけではないんだけども一旦その気になってもらうっていう意味で無料プレゼントとか体験プログラムっていうのは結構有効なのかなと思いますよね。 まあ、肝心なのは人は気持ちが変わるってことですよね。うんまあ、古谷さん、ちょっと名前わかんないんですけども、古谷さんですよね。まあ,あの今度あれ、タイトルに名前を貼っておきます。はい、じゃあいってらっしゃい。